三十郎ですこんにちは、えー、今回は、えー、ど素人でなおかつブラックでが軽貨物を自分の軽貨物自分の軽貨物まあ、リースでもいいんですけど軽貨物を選ぶためのたった一つの大事なこと,ということでお話したいと思います。 かあのー、まあ私の知人でねあのー、まあ軽貨物がいるということでまあほんまにあの、まあ、私もど素人なんですけどもうお同じぐらいど素人ででまあ私はまあ、あのー、破産しとるんでねもうそういう買う買ういうかローンはもちろんのことはリースもダメなんですけど。 まあそっちの方はねまあ言うてもいけるかなと、まあ、ブラックはブラックなんですけどまあしばらく何、ね、もうねし,してへんしもうぼちぼちえんちゃうかということであのー、軽貨物が自分の方が欲しいということでけどようわからんいうか全くわからんいうことででまあちょっとね 1> ここ1ヶ月ぐらいかなずっとそれで私も全く知らないんでねそれなりに調べてまあ性格上いろいろ調べて問い合わせたりする方なんでね、えー、した結果もうたった一つのことこれさえ分かればみたいなねことをちょっとお話したいと思います。はい、まずねその 欲しいのは軽貨物黒ナンバーですね、俗に言う、軽版っていうんですか。で、まあ、その、ローンで買うんやったらローン取らんとあかんし、その、リースやったら、まあ、リース取らないとあかんし、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、それはそれで、まずね、その、なんちゅったん,やんかな、これちょうだいわけにいきませんやん。そのある程度、知識を得ていかんとあかんわけなんですけど、その、 まあね、まあ、この1ヶ月いろいろね、問い合わせで、まあ実際そういういお店にも行ったりした中で何が必要やねん言うたらねその何,何事やの心配事ちゃいますわあのー、選ぶためのまあ、心配事かな要はねまずはねで一個は初期費用ですやその家なんぼでも金を回すのやったらいいんですけどその初期費用がない場合最初にその 果たしてあの車乗る乗るいうかはいならどうぞいう時にんぼ最初のお金いるんやいうことね聞いとかんとこれほんまあの担当者によってはね結構適当やったんでそのいらんいう人もおりゃいるいう人もおったりね同じ,同じ会社ですよ同じ店の中でもそういうことありますんでねここはしっかりあの確認しとくことその登録費を いうのもありますしねその初期費用がうんぬんか、まあ、リースやったらリース、初月分リース料と、あとプラス登録料が実はいったとかね、あとなんか、まあ、大阪なんで、大阪にその車を移動さすのにお金、実はいりましてんとかね、そんなんありますね。だから、登録費用とかね、その輸送費、いますの車の輸送費、ただいうとこももちろんありましたけど、別途輸送費いるいとこもありましたんで、 そこも注意必要です、ね、あとねあのー、もう私らが一番心配したのは納期なんですよ。で大体い,い,いつなんみたいな。これがねやっぱり今軽いへのがすごい人気らしくてねその中古車やったらまあ手続きの間ですやん。まあすぐ乗れると思うんですね。ただリースの場合結構納期があるんですね。まあ広いとこやったら広い長いとこやったら2ヶ月とかね1ヶ月半とか。 のあるんで、その、いや、せきませんね、言ったらいいんですけど。まあまあ、こんなん決めるとき言ったら、すぐ欲しいもんだと思うんですね。で、その納期も確認し,しといた方がいいと思います。はい、あと。どこまでせなあかんに、黒ナンバーなんて、いっぱい書類あるらしいですわ。だから、どこまで注文せなあかんの、全部やってくれますの、いうところもね。あの、確認しといた方がいいと思います。あ、これね、自分メモやからね。 あの自分でも自分でも喋ってるって思ってもらえば、はい、ほんでそのあと保険ですね保険もねそのまあいろいろあるっちゅうんかな結構考えますやんそのちょっとでも安いのとかねだから保険についてもちょこっと勉強しとかんとね その向こうの言いなりになってしまうんで、はい。で車両保険もね入、入る入れもなんかあるみたいでね、もう最初含まれてる含まれてへんとかね、ありますんで、そこもですね。はい。でね、細かいことなんですけど、その、色、白、色がええねんとか、黒がええねんとかありますやん。あとね、白色とあと、パースで、 大体パーセらしいんですけど潰れてるやつもあるみたいですわなんかパース屋に妙に重たいなとかねあとキーレス言うてねなんか今時カシャってやったら木がもうパカッて開いてパカッて閉まったりするみたいですわだからそういう経過も強くて宅配するならばこのキーレスがめちゃ便利らしいんでねカシャカシャって開いてしまったりできるでいちいちこうやって原始的に閉めてるよりも全然手間が違ういうことでキーレスかどうか あと、パワーウィンドウですね。シャーシャー下がってくれる。これも結構多いんでね。だから、この、パワーステはまあ多分、大方パワーステなんですけど、キーレスでパワーウィンドウ全部揃って言うたらね、なかなかその、ないかもしれないんでね、そこもし気になる方はね、あのー、ちゃんと確認された方がいいと思いますわ。はい。そうですね。そんだけかな。 とりあえず気になったことはというか確認、まあ、いろんな難社にもいろいろ、ね、あの問い合わせしてあの確認したのはそんな感じですでたった一つの、はい、ブ,ラックブラックでど素人でそれが軽貨物、えー、リース リースで借りる場合、まあ、買うんでもいいんですけど、えー、ローンで買う場合のたった一つのことは、それはね、あの、どうでもええ、どうでもええっちいうかな、な何でもええことになるいうことです。はい、すんません。しょうもない落ちです,すんまん。はい。 結局はね、もう最後は妥協してま,いりますねもう何でもええわもう貸してくれんねんて何でもええわみたいなことになってしまういうことでねあの <laughs> 何ちゅうたらいいかなそのねあのまあ言うたら落ちますねローンも審査もねやっぱりねなんぼあれや言うてもね落ちますねこれやっぱりねえらいもんで。 だからね、そのま、た審査の緩いとこを今度探していかんとはあかんわけでねで、今度そうなってきたらね、もう最後はもう、いるのは絶対ですやん、もう通りあかんかったらもうええー、わやったらいいんですけど、いや、どうしても車がいるとなれば、もう最後はもう何でもええねんみたいな、もう貸してくれはったら、貸してくれ、リース組めたらもう何でもええわみたいなね、まあ、そういうことでした、それがまあオチでした。 すみません、はい、いしょうもない話で自分目もねけどこれ結構ほんま勉強しましたんでねあのー、またねそのブラックがどういうあれでねあのー、ロング落ちてリース落ちて慰められてまたリース落ちてみたいなそのね自分ではいけてると思っているはずがいけてない,いうところのねまあ、話はまた後,後ほどというかまた次回させてもらいますんではい。 とりあえず、今回はあのねそういうブラックだ人は素人は車は選ばれへんということで、はい、妥協妥協せなしゃあないということではいということでしたけどねまあ実際自分そうやってねあの探すのに関わってねめちゃくちゃ勉強になりましたほんまにね私の場合はまだ あとまあ5年ぐらいはそういうの無理でしょうからね。はい、ということでしょうもないうちです,すみません、まあ。あくまでも自分目もこれ5年後自分がまたねそういう立場になった時にねあここ,ここが心配事やってんなと思い出せるようにまあそ,それほどの問題はないんですけど。はい、ということで失礼します。いつもありがとうございます。 くだらんです。すんません。